久しぶりの動画アップになります。10年オタッキーです。動画の妨げになっていた手の怪我なんですけども、まあまあそこそこように治ってきて、 まだねちょっと握れないんですけど、一応骨はくっついてまだ強度が出てないんで無理はできないっていうレベルなんですけど、まあとりあえず使えるようになってきました。今日はちょっとまあここのとこすごい仕事が忙しくて、コメント欄をチェックする暇もないぐらい忙しかったんですけど、まあ今日はねちょっとまともな仕事当たったんで、動画でも久しぶりにアップしようかなと思って、まあ楽しんでいただければ幸いです。それではスタート。今日もねカメラの紹介になります。今日はねこれですね、EOS KISS デジタル N14 年ぐらい前に、出たカメラになるんですかね。これねまあ画素数が800万画素で、APS-C サイズの、センサーを搭載してます。そのダストリダクションとかも何もないですし、ピクチャースタイルもありません。モノクレで撮ったりもできないんですね。もちろん、Wi-Fi もついてないです。Wi-Fi ももしかしたら、この CF カードに、これ CF カードですけど、CF カードを、SD カードに変換するアダプターが各社から出てます。それがもし認識すれば Wi-Fi 使える可能性も、Wi-Fi 内蔵の SD カードを購入すればですね、使える可能性もありますけど、ちょっとテストができてないんでね、そこは紹介するわけにはいかないんで、そこはもしこのカメラを買う人がいれば、その各自テストしていただければと思います。ちょっとデータがないんで、それは申し訳ない。このキスデジ、実はこれ私が一番最初に買ったデジタル一眼レフなんです。それまで銀塩しか持ってなくて、で、見切り品みたいになってた、型落ちになる見切り品みたいになってたやつを安く買ったんですけどね。まあ、そのレンズ、これは EF-S、1855の F3.5 から 5.6 だったかな。一番、安いっていうか、キットレンズになりますね。買った時に、同時についてくるようなレンズです。これでね、最近よく言われてることが、その古いデジタルカメラは使い物なんねえとか、大した写真撮れないからやめた方がいいよとか、確かにね言ってることも分かんないもないです。高感度とかではノイズが出ますし、ピクチャースタイルも変えれないんで、これ一応ローが使えるんで、ローデータで取り込んで、フォトショップとかでいじれば、ピクチャースタイルは後からつけることができますけど、そういうわけで、なんていうんですか、写真上級者には全然戻りないカメラになりますし、その後ろの液晶画面もね、最新のやつに比べてめちゃくちゃちっちゃい、ものになりますんでね、使い勝手はそんなに良くないのかもしれないですけど、一応ね、これ当時の初心者用のデジタル一眼レフカメラになります。ひどい、世間からひどい扱い方されてますけど、すごい使いやすい、いいカメラだと思ってます。何がいいかって言ったら、まず軽いんですね。ものすごく軽い。私、手の怪我をして、最近復帰してきたんで、とりあえず写真撮りたいけども、軽いカメラがね、あまり持ってなくて、そういや、キスデジ持ってたなと思って、これ引っ張り出して、グリップの形状もいいしね、この2本の指で、小指が使えないんで、2本の指でグリップしても全然いいし、そのレンズも軽いんでね、久しぶりに写真撮ってみたら、やっぱ結構いい絵が出るんですね。で、これは動画にしようかなということで、動画を作ることになったわけなんですが、まず、この、なぜこういうの動画を作ろうかと思ったら、結構ね、たくさんの人が、デジタル一眼をやってみたい。デジタル一眼をやってみたいけど、高いと。高くて買えないから、もうスマホで我慢しようかとか、
まあ、そういうことを言ってる人結構たくさんいると思うんですね。で、この間ね、このキスデジタル N ですけど、ヤフーオークションに出てました。ヤフーオークションでね、3500円でレンズ付き出てましたね。で、バッテリー充電器がないっていう話だったんですけど、バッテリー充電器はね、サードパーティーでね、安いのがね、Amazon とかで探せば結構出てきます。2000円ぐらいで出てくると思いますね、多分。で、2000円でね、バッテリー充電器、サーバードパーティーの充電器を買って、で、3500円で落札して、まあ、送料入れて、5000円ぐらいかな。で、まあ、7000円ぐらいで、キスデジが、まあ、これと同じやつが、レンズ付きで買えたりするんですね。で、まあ、性能がどうなのか。まあね、ちょっと撮った写真を3枚ほどアップいたします。今ね、3枚アップした写真どうだったですかね。見れない。僕はね、見れると、まあまあ今ちょっとパソコンの画面にも1枚出してますけど、これお土産物屋さん、高速道路のパーキングのお土産物屋さんで、ぬいぐるみが売ってて、いい光が当たってるなと思って、撮った写真になりますけど、画質はね、全然問題ないです。ぶっちゃけね、むつ切りぐらいまでに伸ばして、プリントしてもね、全然問題ないです。その、画素数が足んなくてギザギザになるとか、そんなことは全くないです。僕らはもう、そのデジタルカメラが、その世の中に出始めてすぐにね、コンパクトデジカメを1台買いました。それ30万画素だったんですね。まあ、30万画素のね、カメラはさすがにむちゃくちゃだったんですけど、コンパクトデジカメが普及し始めて最初に言われてたのが、L プリントであれば200万画素あれば十分綺麗だと。で、200万画素の普及コンパクトデジカメがバンバン売れたんですね。で、こいつはね、800万画素あるんですよ。まあ、800万画素っていうことは4倍。L プリントの4倍に伸ばしても綺麗なわけですね。まあ、L プリントの4倍って言ったら、まあ、ちょっとサイズ大きくなるんですけど、むつ切りぐらいになってくると思います。で、まあ、むつ切りぐらいに伸ばしても、全然ね、問題ないね、カメラがね、そのヤフオクでね、3500円とかで売れずに残ってるんです、それも落札者がいなくて終わってました。もうそんなね、ひどい扱いを受けてるんですけどね、全然そんなことない。このカメラね、いいカメラです。ただやっぱりね、できないことはもちろんあります。例えばね、星空を撮りたいとか、そうですね、スポーツ写真、モータースポーツとか、スポーツ写真を、で、連写したいとか、ね、そうですね、まあ、暗いとこで、写真を撮りたいとかいうのはちょっとまあできないんですけど、通常ね、例えば、赤ちゃんを育ててるお母さんが、子供の写真をきれいに残したいとか、そういうレベルでは十分これで対応できます。これ十分です。で、まあ案外ね、まあキヤノンの普及機はね、壊れやすい、まあ耐久性がないって言われてますけど、まあこのカメラはね、僕も所有し始めて12年ぐらいになってくるのかな。でもまだ壊れずにちゃんと動いてますから、案外使えます。で、だから、お金がなくて買えないとかいう人はもう、当然ね、この安いやつ買えばいいんですよ。で、よく聞く話で、まあ、例えば30万円ぐらいの、デジカメを買うために3年ぐらいお金を貯めて、それまでカメラを持たずに、3年ぐらいお金を貯めて買うっていう人もまあいるんですけど、それだったらね、もうすぐにその中古のね、こういう、まあ、キスデジだけじゃないですけど、ニコンの F60 とか、まあ、あの辺もそうですし、ミノルタのアルファスイートデジタルかな。あれなんか手ブレ補正入ってますからね。まあ、600万画素しかないんですけど、まあ、そういうカメラもね、あってね、まあ、中古カメラ屋さんとかヤフオクとかでバカみたいに安い値段で売ってます。で、そういうカメラをすぐに買って、とりあえず練習。大半の人がね、カメラ始める大半の人が、何を撮りたいか分かってない。何を撮ろう。まあ、とりあえず写真をやりたいけど、何が撮りたいか分からないとか、さっき言ったみたいに子供の写真を撮りたいとか、まあ、そのぐらいの目的しかないと思うんですね。で、何を撮りたいかが分かんない人っていうのは、こういうカメラでね、ある程度撮ってみて、
で、あ、これも撮れる、あ、これも撮れる、あ、これは撮れない、あれは撮れない、まあ、そういう経験を積んだりと思いますね。で、その30万のカメラを例えば3年間貯金して買うって言ったら、3年後にはだいぶ安くなって値下がりしてるんですよ。で、だから値下がり分をね、ちゃんと吸収できますから、全然吸収できる。でね、1万円、全部込みでも1万円かかんないようなあのカメラになりますんでね。まあ、そんなわけでね、今日はね、まあ、写真付きでその EOS KISS デジタル N、 こういう古いデジタルカメラがどのぐらいの実力を持っているのかっていうのを紹介しました。あの800万画素ってね、しょぼいじゃんって言うけどね、あの全然見れますし、逆に言うとね、そのデータの量が軽いんでね、その弱いパソコンしか持ってないとか、その保存どうしようとか言ってる人はね、最新型のデジタルカメラよりこっちの方がいいかもしれないですよ。まあそんなわけです。ちょっと復帰第1弾で、まあ喉の調子もちょっと悪いですし、まあこれからね、ちょっとずつね、重たいカメラに持ち替えてやっていこうとは思ってますけど、まあ今日はとりあえずそんな感じで安いデジタルカメラの紹介でした。もしね、面白いなと思ったら、まだチャンネル登録されてない方とかは、チャンネル登録していただくとか、いいねボタン押していただければ幸いです。次の動画は、次の動画はいよいよソニーのα-NEX-C3 の、紹介になると思うんですけど、α-NEX-C3 ってそのグリップの形状が悪くてすごい持ちにくいんで、手を怪我してる状態だったらこうキスデジの方が使いやすかったです。出す絵はね、結構綺麗ですよ。まあ、それはね、次の動画で紹介してますんで、はい、また期待して待っていてください。仕事が忙しいんで、まあ次の動画いつアップなるか分かりませんけど、また見ていただければ幸いです。それではまた。